こんにちは。こんにちは。音楽界大好きな素敵な友人をご紹介しますの時間でございます。コロナ対策を、しっかり取った上で放送いたします。本日の、最初のゲストは、ケイセイさんとそのお子さんたちでございます。よろしくお願いします。自己紹介お願いします。はい、私あの詩吟舞踊アーティスト、そして上昇流上昇吟道会の宗家として活動しておりますケイセイと申します。素晴らしい。ありがとうございます。そして今日は、一緒に連れてきました子供ですけれども、はい、自分で言ってみてください。小学5年生の野原佳穂です。はい、小学2年生の野原育馬です。素晴らしい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。素敵ですね。いやもうなんか子供たちが緊張して私も緊張しちゃいますね。なんかあの私の方が緊張しちゃいます。まずあの素敵な写真もお持ちいただいてるので、はい、あの写真を見せながらですね、はい、説明お願いします。はい、そうなんですよ。私、そうだ、さっきも言ったように、詩吟を少しでも皆さんに知っていただきたいっていうことから、詩吟舞踊アーティストとして活動してるんですけれども、私も、うちの父が初代宗家で、お腹の中から、子供の、もうお腹の中から詩吟を聞いて育ったと言われておりますけれども、うちの子供たちにもですね、自然に、詩吟に触れてほしいなと思って、練習をさせておりまして、これが子どもたちの初舞台の写真なんですけれども、うん、弟の育馬の方が2歳ですね。これ2歳の時にね、2歳で舞台に上がったんですか。舞台上がったんです。なんか詩吟を吟じてるっていうよりは叫んでるって感じ。正確左挟むすごいね。でももうそういうことそうなんですよ。それがこの時のお写真で、で娘の初舞台の時が次出るかな、これですね。いい娘がですね3歳で初舞台を、踏みまして、同じくまあ1学年大きかったので3歳、お姉ちゃんの方はもうちょっとちゃんと詩吟をちゃんと吟じてる感じで歌えたんですけれども、私もやっぱり初舞台が3歳だったので、ちょっとこうね、ステージに立たせて、こう、皆さんにも詩吟を聴いていただきたいなっていうところでですね、子供たちにもよく一緒に今でも舞台に立たせていただいております。次の写真なんかも、そう、こんな感じで、私のステージの時には、私のステージ、舞台だけじゃなくて、ちょっと子供たちにも参加してもらって、で、どうしても詩吟って、こう、年配の方がされるでしょうとか、やっぱり難しいとか、挙式が高いって言われることが多いんですけれども、そういうのをこう子どもたちがですね、やってくれることで少し身近に感じていただけたりとか、で子どもたちこれこのお写真の時なんかも童謡吟と言いまして、童謡と童謡の間に詩吟を挟んだ曲を歌っているので、こう童謡の部分は皆さんご存知なので、なんかお客様もね、一緒に歌ってくださったりして、とってもなんか身近に感じてもらっているので、少しね、子供たちにもちょっと詩吟の普及にもちょっと貢献してもらってる感じです。素晴らしいな。はい、いいですね。はい。そう、この写真がうちの、父でございまして、初代宗家なんですけれども、去年ですね、残念ながら急に亡くなってしまって5月だったんですけれども、で私自身も父と話してたのが、もう今年度からあなたがうちの上昇流はあなたが継いでほしいっていうことを言われておりましたので、父と一緒にこう会をね、少しでも運営してこうやろうかなと思ってた矢先に、うちの父がこう亡くなってしまったんですけれども、まあ私自身もすごくショックで、なんか後ろ盾をなくしてしまったようなところ時に落ち込んだりしたりしたんですけれども、やっぱりこう父が一生懸命私に残してくれたこの詩吟というもの、そして父だけじゃなくてやっぱ先輩方がね、こう代々私たちに残してくれたこの詩吟というものを、やっぱりこう途切れさせてはいけないなと思ってですね、私自身この上昇流上昇吟道会というものを引き継いで、少しでももう父の意思を継いで、詩吟をどんどん広めていきたいなと思っております。はい、そうですね。で、そうですね。で、これは、
今月の私のステージなんですけれども、ステージの予定でございまして、今月28日に新春の伝統芸能に親しむっていうこのステージに立たせていただく予定でございます。はい、そうですね。あとは、まあ、同じく次の1月29日にもですね、同じようにステージに立つことになっておりまして、あ、これですね、こちらですね、これも和文化体験と交流会ということになっておりまして、うん、やっぱり和に親しんでいただくっていうところで、詩吟の魅力って何ですかっていうところを少し実演を交えながらお届けする予定でございます、ね、そしてまあ最後のこちらがですね、さっきの、これは東京じゃないんですけれども、私が福岡の出身で、父のこの上昇流上昇吟道会の本部っていうのが福岡にございまして、で、父がまだ生前の時から、あなたに継いでもらうから、じゃあお披露目公演、宗家の就任公演をやろうねって言って、もうその時から2月の26日って言って、もう来月になってしまったんですけれども、父と私とそして子供たち3代一緒にステージに立ちたいねっていうね、そういう計画をしてたんですよ。で、父自身ももうやる気満々で、それが楽しみでしょうがないって言ってたんですけれども、まあ父がいなくなってしまいましたけれども、まあ今回その上昇流上昇吟道会のまあ特別公演といたしまして、私の就任披露公演をやることになりまして、来月ですね、2月26日の日曜日なんですけど、久留米、福岡県の久留米で、やらせていただきます。でタイトルがね、道ってつけたんですね、でやっぱり銀道と言いまして、銀の道と書いて銀道って言って、やっぱ詩吟の道も言うんですけれども、そういう銀道の道と、そして父が歩んできた道をこう私も追いかけていこうっていう、そういうこう、いろんな意味も込めてタイトルを道とさせていただきました、はい。すごい、道ってずっと伸びてる道ですからね。そうなんです、道、あれこれもうちにあった看板がちゃんと書道の先生に書いていただいたものが父が飾ってたので、それをちょうど使わせていただきました。はい、そうなんです、ね、道って、だからこれ使おうと思って使いました。来月なんですけれども、今準備にちょっと追われておりますけれども、なんとか成功させて、やっぱ詩吟の普及頑張りたいなと思っております。あ、素晴らしいですね、はい、ぜひぜひお子さんたちにね、はい、一言もそうだし、一言でも二言でもそうだし、はい、また歌、はい、ぜひお願いしたいと思います。はい、じゃあですね、なかなか詩吟っていうとまあ、難しいって言われることがあるんですが、今日は皆さん誰でもよく知ってるご存知の君が代を詩吟風に吟じてみたいと思います、うん、一節でございますが聞いてください、うん、君が代は千代にや千代にさざれ石の岩を隣て苔の いいですね、ありがとうございます。もうあっという間に一分にはなったんですけれども、はい、お二人も歌われてるわけですか。子供たちでしょ、ね、はい、やっております、ね、好きですか、主義は、はい、主義好き、どういうところが好き、うん、普通はの人は舞台に出られないけど、詩吟をやっていると今みたいにラジオに出られたりするのが好きです。すごーい、いいね、どんどん出るといいね。あー、嫌い嫌い
思春期で私もね嫌で離れたことがあったんですけどね。いやいやでもね本当に今さっきのね2歳から3歳から、はい、やっぱり本当宗家だからこそのやっぱり道だと思うんですね、はい、だからその一瞬離れた時があったとしても、はいはい、やっぱり本当宗家ので生まれたからこその道なので、はい、本当にねまた戻ってとか、うん、ずっとずっと続けて、はい、日本に世界に詩吟を続け広めていただきたいと思います、はい、心を込めて応援したいと思います。ありがとうございます。今日はね子どもたちとこういう機会をいただきまして、うん、本当にありがたかったです。頑張ってください。ケイセイさんとまたお子さんたちでございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。大丈夫ですね。はい。じゃあ、総会長。はい、紹介していただいて、はい、今からはい、今からですか、うん、はい、2組目のゲストでございます、素晴らしい総会長とまた、劉英さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ英さん、紹介お願いします。総会長の紹介お願いします。はい、総会長は台湾出身の方で国際同心会の会長であり、台湾海峡両岸の理事であります。はい、はい、で A さんは私は劉A と申します。来日してから25年間です。私にとっては日本は第二のふるさとと思っております。主に、アパレル関係と文化交流と化粧品をやっております。よろしくお願いいたします。お願いします。それでは写真を見せて、それで写真を写して説明をしますので、はい、A さんじゃあ写真これ説明してください。はい、こちらの写真は総会長が1996年に世界平和大会開始した時に平和宣言です。日本語と中国語と英語三カ国語を書いております。素晴らしい。 次お願いします。これはこれも先ほどと同じで、うん、日本語と英語を書いてあります、うんうん、次お願いします。これはこちらは総会長の本なんですけれども、台湾から世界へという、本なんですけれども、うん、この本の中には総会長が、国際同心会設立してから今
何十年間やってきたことを書いております、うん、次お願いします。 これはこちらは世界、平和大会の第1回目の世界平和大会開催した時です。日本の元皇族を初めて台湾に招待した、はい、世界平和会議の1回目の、そうですね、はい、その時に世界から36カ国国のトップの方がいらっしゃって、うん、本当に世界平和をずっと歌い続けてきました。そっか、ちょっとすごいですね。いえ、あり、ありがとうございます。あ、これは？あ、こちらは第2回目の世界平和大会開催した時の、うん、写真です。うん、この時に、日本の文化、芸術新聞に掲載していただきました。うん、お、これもですか？これも同じです、うん、その時日本、台湾の政府から民間まで、させていただいた時の様子です、うん、写真は、お、こちらは、こちらは私のなんですけれども、うん、いや、総会長の自己紹介とかしなくて、うん、シェイクして、うん、した方がいいですね、はい、総会長から自分で話をして私を通訳した方がよろしいかな、はいはい、それでお願いします。はい、総会、麻烦您进行一下自我介绍，我给您当翻译。嗯，好，今天很高兴啊，谢谢大家啊，能够来到我们这个这个电台来接受我们采访。那国际同心会啊，我本身也都是他的世界总会长，他在这个国际上也已经有47年的历史，从1956年创办到现在，就是专门做这个世界和平的工作以及工商促进的事情。请欢迎。是，本日大変光栄に、この番組を出演することができて、心より感謝申し上げます。国際同心会は設立してから47年、今年で47年になりました。主に、世界平和をのイベントを開催することによって平和を歌いながら、ビジネスを通じて、みんな仲良く、できることがずっとやり続けてきました。はい、国際同心会他这47年来，除了在这个做这个全世界的这一种，工商经贸跟促进和平以外，也是在这个20多年的时候，我们就进行日本跟台湾一个各一种文化方面的交流，也是把这个战后二次世界大战后，把日本的炎黄族请到台湾在台湾的历史上是第一位。也因此这近30年来国际同心会促进日本这个台湾的交流我们还持续的一直在努力。私は日本と30年間ぐらいの交流があります。文化交流を通じて、世界を平和を歌えております。私はちょっと緊張しておりますが、総会長の通訳は全部通訳できてないですけれども、頑張ります。はい、我们国际同心会在这个世界上举办了这个和平大会已经举办了五次这五次在
台湾、美国、日本、陆续的、都已经成功的完成。在台湾举办的第一届世界和平大会，有36个国家、的代表来参加、这个当地的这个政府、台湾的政府、所有的单位也都全力的支持。今までは世界で5回世界平和大会を開催いたしました。台湾、日本、アメリカ、全部で5回世界平和大会を開催いたしました。台湾の政府から民間まで、支えていただいたことを本当に心より感謝申し上げます。那国际同心会它现在在日本、我们也成立了、一般社团法人、的国际同心会、准备说、在明年、这个、这个什么地方、涉谷、明年的涉谷来举办、国际同心会47周年的一个纪念活动、所以说、这一次我来跟、大家见面、也希望说能够 得到大家的支持、希望在明年、就是今年10月23号、的这个纪念会上、请大家能够踊跃的参加，感谢大家的支持。国際同心会は、日本でも一般社団法人、設立いたしました。今年の10月23日に、渋谷で、国際同心会47周年、記念イベントを開催いたします。皆様はお時間の余裕がございましたら開けていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、素晴らしい、今年そういう会があるということで、はい、みんなで行けるようにまた案内とかもいただいて、はい、告知をしたいと思いますので、はい、お願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。お時間にはなるんですけれども、一つね、先ほど打ち合わせの時にとても嬉しいニュースがありまして、今回、去年の10月に、素晴らしい国際同心会の会長の総会長と、株式会社架橋の、社長の劉英さんがご結婚をされたということで、本当におめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう今日みんなでね、直達会メンバーみんなでケーキでお祝い、歌ってお祝いをしたいと思いますので、本当におめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうありがとうございます。愛にあふれた二人が夫婦になってますます世界平和に、やっていくと、はい、いうことで、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。よろしくお願いいたします。ご出演ありがとうございました。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 可不可以拍拍上照。うん、現場照。
はい、3組目のゲストでございます、日本舞踊の、家元でございます、篠井さん、そしてまた奄美島唄の歌者としてもヒロさんでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。自己紹介お願いします。はい、トリゴヤズル FM をお聞きの皆さん、はじめまして、こんにちは、篠井聖穂でございます。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。素晴らしいですね。このあの国立劇場でも2月2日に、はい、日本舞踊をやられるということで、はい、そうですね、葵舞踊振興協会様という、千葉を拠点にされている、団体がおりまして、うん、そちらの方主催で、2月2日国立劇場、うん、大劇場にて、うん、花葵の会という会を、開催する運びとなりました。私はですね、はい、長唄の詐欺娘という詐欺の姓を、はい、演じさせていただきますので。こちらですか？こちらはちょっとあの演目またちょっと違うんですけども、そうですそうです、今はい、きれいきれい、あれは篠井家元ですか？私ですね、はい、たびたび、女性よりきれいじゃない、あ、いえ、そのね、たびたびお勤めさせていただいている演目なんですけれども、はい、この度またお役いただきまして、うん、部署ながら勤めさせていただきますので、お時間ある方はぜひご来場たまり場と思っております。よろしくお願いします。私も行くことにしておりますので。もう夏田さんも、もう会社を休みにしまして。そうなんですか。行くようにしたので、すみません、はい、嬉しいですね。ではそしたら写真とかを見ながら、そうですね、ちょっと説明を、はい、はい、で次に行くときは次お願いしますって言えば大丈夫。はい、ありがとうございます。これ私のプロフィールの写真ですね。だいぶ加工してますけども、こんな感じでどんどん、めくっていただいて、はい、大丈夫です。どうぞ。はい、これも今プロフィールで篠井会っていうのをやってるんですね。そうです、はい、篠井流という流派を5年ほど前に立ち上げましてですね、篠井ジャパンエンターテインメントという、うん、団体の代表をさせていただいております。関東関西九州に出身が奄美の徳之島という島ですので、うん、一門を組織して家元をさせていただいております。うん、こちらは忍び寄る小山正門というので滝夜叉姫という実在した人物を演じさせていただいております。これも大劇場ですね。すごいかっこいいですね。はい、ありがとうございます。はい、どうぞどんどん。はい、これは能楽堂で新年のご挨拶にというで潜在写真を撮って、はい、その男としてもかっこいいですね。いやいや、そんなの、ありがとうございます。もうどん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 もう、はい、はい、これは歌者ヒロということで、はい、徳之島の民謡ですね、はい、もうやっているんですけれども、歌者ヒロのです、スタジオも持ってまして、自分のこれは自宅のスタジオ、はい、自宅スタジオで撮りました。いい感じですね。はい、ありがとうございます。はい、これは春鏡鏡獅子というやつで獅子の背を、ね、弥生をやりましたね。これも大劇場ですね。はい、どうぞどうぞどうぞ。はい、これは写真 の違うバージョン。素敵ですね。バージョンっていうかね、うん、はい、そう、絵になりますね。基本的に海外で受けそうですね。海外でも、そうですね、海外でも前の団体の時にはリトアニアだったりとかハワイの方で大使とか領事の先生に呼んでいただきまして、うん、桜祭りとかいろいろイベントに出演させていただいて、獅子もその時には演じさせていただきましたので、はい、これは弥生ですね。はい、どんどん、そうですね、はいはい、ありがとうございます。はい、おー、はい、こういう歌舞伎舞踊という、日本舞踊というか歌舞伎舞踊というジャンルで私たちはこう舞踊家として活動させていただいておりますので、うん、はい、ありがとうございます。じゃあどんどんめくっていただいて、はい、でも京鹿の子娘道成寺という演目ですかね。はい、やっぱりこう日本舞踊とか歌舞伎舞踊っていうのはこう装束ですね、お能もそうですけれども、装束とかそういうこうそこの様式美がすごく綺麗になりますので、それぞれの職人さんが皆さん頑張ってこう一つの舞台を作り上げるというような感じで、やっております。はい、はい、これも宇治娘というのはどんどん、はいですね、はい、これはうちの一門ですかね。はい、これは、徳之島の方の奄美ブロックのお弟子さんたちですね。はい、ごめんなさい、奄美だけでこんだけいるってことですか？そうです、はい、奄美の、はい、お弟子さん、子供たちも今一緒に。これ以外に東京とか関西にもいる。あ、そうです、はい。すごい感じですね。まあ、皆さん今日スタッフさんとかも協力して、一応、はい、ね、お子さんからこう年配の方までいらっしゃるんですね。はい、はい、どんどんすごいな。これも岬で出演させていただいた時に皆さん先生方と一緒にこう撮らせていただいたりとか。これがうちの筆頭なとで篠井聖歌という奄美ブロック長を今しておりますけれども、うん、はい、の名取式で、しましたね。うん、はい、どうぞ。
これもあの、まあ、島唄をやってるあのお弟子さんたちで頑張っております。はい、じゃあどうぞ。あ、これもそうですね。これは東京であのしましたね、はい、公演の時の、はい、じゃあどうぞ。はい、これもそうですね。はい、はい、まあ、あの地元の南海日日新聞さんに取り上げていただいたりとかしまして、はい、すごい絵になりますね。あ、これが、まあ、私 の、 あの 家族写真で申し訳ないですけど、両親は視覚障害者で、あの私が3歳の頃にあの日本舞踊と、まあ、書道だったりとか島唄を、うん、あのまあ、一つ自分の芸になることをあのさせてくれているということで、まあ、治療院をあのやっているんですけれども、はい、今家族で死の入りを盛り上げて、はい、視覚障害というのは見えないということ。そうです、はい、あのあ、ご両親とも。そうです、はい、両親も母方の方が徳之島なんですけれども、はい、え、父はあの長崎の方の佐世保の方の出身でして、あの、まあ、両親とも見えなくて、で、まあ、親族でこうおばだったりとかも、うん、女性関係でやっぱりこう目が見えなくなるようなあの遺伝があるみたいでして、あ、それで、まあ、私と姉は、まあ、一応あの県で産んでいただいたんですけれども、はい、はい、ありがとうございます。まあ、これはお稽古風景という形で、はい、まずはあの、あ、まあ、これはもうちっちゃい子供も今かわいいですね。え、はい、まずはお稽古はご挨拶から始まって ご挨拶に終わるということで、はい、やっております。はい、どうぞ。あ、もう皆さんお弟子さん、あの孫弟子さんたちですね、私のお弟子さん、どうぞどうぞ、どんどんめくっていただいて、まあ、一生懸命皆さんこう、やっぱお着物を着ながらするといろんなこうね、普段洋服とは違う、こう邪魔なものが出てきたりして、一つ一つのこう所作にこう気を使うって、相手様に気を使うとか、そういう気遣いがやっぱりあの育まれるようになりますね。あ、やっぱり着物着ると違うんですね。そうですね、はい、やっぱり帯を締めるということは気を締めてこうぐっと締めるということになりますから、はい、どうぞ。これもそうですね、お稽古風景ですね。ご挨拶お姉様になるんですか。あ、そうですね、はい、あのね、姉の方が先に栄養を持っていかれて、私が出がらしみたいになっちゃって申し訳ないんですけど、ね、いくつ違うんですか。私4つ違うんですよ。はい、4つ違うんですけども、あの、あ、でもお姉様もやっぱりいいですね。なんか貫禄があってこうなんかね、貫禄がもうね、いやいや、そういう意味じゃない、まあ、やっぱりちゃんと栄養全部持っていかれちゃって真剣な感じで、はい、はい、すいません、ありがとうございます。でこの前あの自宅の方であの宝山会というあの私のリサイタルをさせていただきました。これが自宅ですか。はい、あの自宅はあの横浜の方の保土ヶ谷というところに住んでいるんですけれども、はい、え、あの自宅ってむちゃくちゃ広いんじゃないですか。いやいやいや、もうそんな大事な、もうどうもどうぞどうぞどうぞ。え、あのこれが、すごい、そうですね、はい、まあ、先ほどの写真がその、まあ、今度あの2月の2日にも国立の大劇場で、はい、夫婦道成寺という、うん、道成寺物の中で、まあ、大きいものですけれども、それをこうあの出演される花川花鳥さんという方が、うん、あの、まあ、出ますので、ぜひそれも素晴らしい演目ですよ、ね。これは横田基地の方であのイベント会社さんにあのご協力あのお仕事いただきまして、あの蓮司氏の小獅子を、務めさせていただいた時ですね、はい、どんどん、はい、横田基地の中にこう、はい、日本フェスティバルというか、まあ、こういうあの熊取りというこうですね、化粧独特の歌舞伎のメイクをしてるという形です。はい、ありがとうございます。これ毛振りですね。あ、すごいね、はい、毛を振るという。素敵です。もう結構何十キロと結構重たいですね。頭もやってでやりますので、もうすごい、これは回すの、こんなに回すんですよね。そうなんです、もう本当にもう暑いじゃないですか、うん、照明があってするのですごい大変なんですけれども、あ、でもやっぱかっこいいですよね、はい、ありがとうございます、うん、後ろにいる方もあの二村さんっていうの元歌舞伎役者さんで、みやびやジャパンさんってい う、 こう素晴らしいもう団体イベント会社さんをされてる方でして、うん、いつもお世話になってます。はいね、はい、はい、これは私のふるさと徳之島の、伊仙町という、綺麗ですね。え、昨年の8月に奄美の方には、3ヶ月に1回、本年度から3月からまた、1月に1回ですね、スクールを持つことになりましたので、出稽古に行ってるんですけれども、その都度ふるさとを写真に収めて癒されて帰ってるっていう、はい、あ、これむちゃくちゃ綺麗ですよね。携帯ですよ、これ撮ってるの、ね、携帯、携帯、はい、な感じです。はい、ですね、はい、すごいな、むちゃくちゃ綺麗ですね、はい、はい、ありがとうございます。素晴らしい。まずじゃあ、はい、次は2月の2日に、はい、国立劇場で、はい、国立劇場大劇場花追の会、11時開演でございます、はい、詐欺娘、はい、詐欺娘は12時ほど出ますので、え、ぜひぜひね、劇場に、ぜひやっぱり国立劇場で見ていただいて、はい、で、演目が終わりましたら、はい、楽屋の方にも、あ、ぜひ、ぜひ顔を出して、一緒に写真を撮って、はい、でまたフェイスブックとかでアップしまして、もう全然もう、はい、しのぎ流最高だと、あ、もう、はい、ね、はい、もうぜひ、はい、アップさせていただきたいと思いますので、はい、
よろしくお願いします。でも本当にだからその舞踊と、はい、あと歌と、はい、やっぱいいですね本当に。そうですね、島を思い、はい、やっぱ島にもその教室を作り、はい、ね、はい、そうですね、ありがとうございます。いやもうあの心を込めて、はい、あのまた篠井理由を、はい、また歌者ヒロさんを、はい、あの直達会でも応援したいと思いますので、はいはい、またあのぜひご出演いただいて、はい、今度は生歌なんかも、はい、ぜひ披露していただければと思います、はい、篠井流の家元と、はい、島唄のヒロさんでした、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、4組目のゲストは、高木真理子さんでございます。よろしくお願いいたします。元パリコレモデルでスマイルウォーキングクラブ代表でございまして、あの本当にあの障害のある方たちを甘やかさず、でもしっかりとやっぱりモデルとしてやっぱり鍛えて訓練をして自信を持たせると本当に輝いてますよね。もう本当に素晴らしい。もう本当に嬉しいです。またあのまたそれをね、もう一人で、本当にもう一人でじゃなくて、いやもちろんサポーターいっぱいいるけれども、みんな自分で一生懸命やるからもういっぱい大変な思いしてると思うけど、それはねぜひサポーターも今日はあの、募集をしていただきまして、はい、じゃあまず自己紹介からお願いします。はい、はい、元パリコレモデルと言われているのも何十年も前の話なんですけれども、まあ、伊勢三宅さんにあの招聘されてパリに3度4度だったかな、もう昔すぎて忘れてしまったんですけれども、うん、あのいい時代にあのモデルの仕事をさせていただき、まあ、今ご縁があってあの知的障害者の、知的障害者のある子たちにウォーキングを教えるという、まあ、たまたまなんですけどね、本当に一本の電話から始まったんですけれども、まあ、あのそうなので、一般社団法人スマイルウォーキングクラブで今代表理事をさせていただいている高木真理子と申します。うん、素晴らしい、はい、いや本当にいやもう活動が素晴らしい、もう本当に思いますまああのね、なんでやったのっていうふうにすごく言われるんですけど、うん、まあ、本当3組ぐらいから始まったんですね、月1回のレッスンで、うん、でまあ、あのスマイルウォーキングクラブとかじゃなくても本当にウォーキングスクールっていう、うん、いやもうスタジオっていう感じで、あのダウン症の子たちや自閉症の子たち、本当3組の親子です、6人です。あの、まあ、月1回ぐらいだったらいいかなっていう、まあ、たまたまなんか教えてねっていうところから始まったんですけれども、やってるうちにまあ徐々に増えてきてですね、なんかいろんなことができそうだなと思って、撮影したらどうなんだろうと思って撮影をして、まあこれを出すきっかけになったんですね。あの知的障害者の人たちを冊子にしたら、うんうん、まあ本当自分の自腹で始めたんですけど、そうなんですか、なんか載せたらどうなんだろうって言ったら、もう本当最初知り合いから、まあ、そういうフリーペーパー出すんだったら2万部ぐらいからじゃないって言われて、すごいお金かかったんですけど、いやすごいお金かかりました、私もこんなにお金かかる、しかも自腹で、自腹でやりました。でもあやっても2回ぐらいでおしまいだなと思ったら、やめないでって言われてですね、で1号出した時にですね、もう本当に1万8000部が、1ヶ月内で
広がりま、あの、うん、お母さんたちの手で亡くなりました、うん、もうで2号も出したんですけど編集がすごく大変なんですね、うん、これ私ほとんど一人でやっているのでこの記事まとめるのが、うん、あのまあデザインはできないんですけど、うん、いろんな方にご協力いただいてるんですが、まあそうしてるうちに、まあ、今ここにも本当に書いてるんですけど、うん、知的障害者と健常者をつながなきゃいけないんじゃないかと、うんうんうん、それで、まあ、あのいろいろこう内容もこう考慮しながら、うん、やっぱり知的障害者の、お子さんがいる親の思いと、健常者の人たち知的障害者とかなんかこう関係のない人たちのこう思いっていうのがちょっとこうずれてるなっていうのがすごい、まあ、いろんな中小企業の社長さんにお聞きしたりとかその結構障害者でもなかなかこの知的障害者の人たちってあの就労があまりできてないんですね。でやっぱりどうしてもあのコミュニケーションどうやって取るのとかどういうふうにこう一緒にこういていいかわからないっていう人がすごく多くてですね、あこれはこうちょっとこうすれ違いの部分お母さんたちはその病気じゃないからちょっと障害があるだけっていうんですけど、そこでなんかこう働かせたいっていうやっぱりその、まあ、あるお母さんがちょっと何人か私今までお聞きしたんですけどやっぱり日本に生まれ日本国民としてやっぱり、税金を納めさせたいとその言葉を聞いてできるんじゃないかって思ったんですよ、うんうん、でまずそっからもうファッションですよね、うん、お洋服まず最初こう来た時はあのジャージよく得意のジャージにスニーカー、うん、スカート履いてるんだけどなんか下にジャージが履いてるっていうなんかよくわからないファッションを してる子が多くてですねでその時にですねやっぱり私に教えてほしいんだったらやっぱり私のお弟子さんとして私が恥ずかしくないあの服装でお願いしますとやっぱりそこから始まると思ったんですね。で、あのまあ知的障害のある子たちっていうのは基本的にその何て言うんですか歩けないとか何か手で何かまあ手欠損の子もいるんですけどもあのできるんですよ。だからあのそういう部分では別にその服装がそのジャージとスニーカーじゃなくてもいいはずですし、あのまだまだ子どもたちって筋肉が発達するので、あの私はまああのウォーキングを通して、人をこう元気にしたいとかあの楽しいよっていうのをこう伝えていきたいと思ってずっとモデルからこうウォーキングインストラクターもう何十年もやってきたんですけど、まあこの子たちにも別にこう何て言うんですかね、同じように教えられるので本当になんか普通にレッスンやってるんですね。だからもちろん厳しいこともあるんですけど、うんうん、まあ、そこからファッションっていうところから変えていったらどんどんこういうふうに変わってきたんですけど、うんうん、まあ健常者とその障害者の人たちのこうあれをこうなっているのをこうしたいなと思って、うんうん、この冊子も知的障害者と健常者をつなぐ、ファッションマガジンということでファッションを徐々にこう、でこの衣装も実はですね北海道のファッション、うん、ファッション、宮島学園っていうんですけど、ファッション専門学校の、学生さんが作った衣装。わ、すごい素敵ですね。去年ですね2月の28日でしたかね、8日か 9日にあの、札幌ファクトリーっていうところでファッションショーをされるんですね。すごい大きいところなんですけど、そこにスマイルの子たちモデルの子たちが、10人選ばれて衣装をあの学生さんが作ってくれるんですよ。で今年も実はこれがそうなんですけど、かわいいですね。すごいかわいいですね。これすごく重いんですよ、ね、重い重くて大変だったんですけど、でももうみんな全然あのねあの文句言わずに本当にあのかわいいお洋服をこうやって、ね、400人のお客さんいらっしゃってて、もう、まあ、ほぼ満席ですね。で今年も実は2月2日にもう今準備してるんですけど、あの学生さんと一緒に、まあ、ある衣装で、まだちょっと言えないんですけど、あの学生さんと一緒にファッションショーをこうまたこの札幌ファクトリーっていうところでやるので今準備をしてるんですけどね、なんかそのできないって言われたことがどんどんできるようになっていくし、こうやってあのいろんな方にあのいや障害者でかわいそうだよねとかなんか頑張ってるよねっていうじゃなくて、もっとこう本当に純粋にエンターテインメントで、彼らを見てもらえたらいいなと。でそのためにいろんなことができるようにどんどんなっているので、私はそのノーマライゼーションっていうノーマライゼーション社会の実現っていうのをもうずっと思ってるんですけど、あのそういう企業の方とかいろんな方にやっぱりもっとこうなんていうんですかね、雇ってほしいというか、はい、あの本当にお給料をしっかり払ってもらって、これも実はあの自作自演なんですけど、これ出るとギャラを私お支払いしてです、それとちゃんと源泉徴収をして、はいはいはい、あの彼らに
支払うと、はい、で、確定申告もしてもらってます。素晴らしい、ね、やっぱりねそうやってちょっとずつ障害があるけどやっぱりこういうお仕事したんだよっていうことで、うん、彼らがやっぱりそう税務署に行って、うん、とかねなんかそういうことをやるっていうのもすごく大事だと思うので、うん、でまあ、ファッションショーもあるんですけど実は今度、2回目になるんですが4月の23日ですね。まだちょっとチラシが出てないんですけどこういうスマイルチャレンジウォークっていう外を歩くイベントを、企画してますので、うん、ぜひまたねなんか直達会の皆さんにも参加していただいて、はい、そうですね、うん、いろんなどこで場所はどこですか、お台場です。おいいじゃないですか今お母さんたちが準備いろいろしてくれてですね、いろんな方に来てもらおうと思っていますの で, いいです、ね、はい、ファッション以外にもそういう健康増進ということで皆さんに参加していただければと思います、うん、ぜひぜひまた案内いただいて、はい、でやっぱり最後に一番大事なこれをもう一回これもう一回出したら、これもう一回出ますから、スマイルサポーター。これね、サポーターやっぱり、本当にね、その、自前でやるとか、そういうのも大事だけれども、やっぱり継続していくためには、やっぱりそんだけのお金が必要なわけだから、はい、ぜひね、スマイルウォーキングクラブ、はい、ね、やっぱり障害のある方と健常者をつなぐという大切なことをやってるわけだから、はい、ぜひね、企業の方また個人の方、はい、自分のできる応援をということで、はい、ぜひスマイルウォーキングクラブにありがとうございますサポーターになっていただいてスマイルサポーターよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。マリコさんでした。ありがとうございましたじゃあ皆さんに入っていただいてお願いします。3分ほどありますので、はい、ケイセイさんから一言お願いします。はい、もう本当に今日は私だけじゃなくて子どもたちと、ご一緒させて出演させていただいて本当にありがとうございました、これからも頑張っていきますのでどうぞ応援よろしくお願いいたします。はい、じゃあお子さん2人もお願いします。はい、一言一言ありがとうございます。はい、ありがとうございました。今日は楽しかったです。はい、ありがとうございます。じゃあ、ケイちゃん総会長とありがとうございます。ありがとうございます。Aちゃんお願いします。はい、本日こんなに素晴らしい番組に出演させていただき本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。広さんで篠井さんお願いします。ありがとうございます。リスナーの皆様、直達さん、スタッフの皆様、出演者の皆様、本日はありがとうございました。はい、日本の伝統芸能を少しでも皆さんに楽しんでいっていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。マリコさんお願いします。はい、今日はもう本当にありがとうございました。はい、皆さんとね、なんかいろんなことで一緒に何かできればいいなと思ってます、うん、今日はお呼びいただいて本当に感謝しております。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ今日ね、出演者の皆さんで、ね、総会長と、劉瑛さんのご結婚おめでとうということで、ご結婚おめでとうございますということで、拍手したいと思いますので、じゃあ、総会長、劉瑛さん、ご結婚誠におめでとうございます。幸せに、末永く幸せにお願いします。幸せ。いや、いいね。もう本当にね、愛に溢れる二人がご夫婦になって、ね、結婚をして、そして共に世界平和にしていくと、ね、A ちゃんはこういう人と結婚をしたいって言ってた、もうその人そのものの、もうそれ以上の人と結婚できて、A ちゃんの友達としてとっても嬉しいですね。本当、A ちゃん幸せになってね。もうありがとうございます。うん、嬉しい。本当にいい人の周りにはいい人がいて、いい人はいい活動をしていて、そのいい活動が成功すると、世の中が良くなる、世界が平和になるという思いで、直達会をしております。今会員が、2000人おります。素晴らしい方々なので、マリコさん含め、篠井さん含め、ケイセイさん含め、総会長、また劉瑛さん含めて心を込めて応援していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。今日はご出演ありがとうございました。ありがとうございました。